ぼっちイケメン化計画イエーイ。よいしょー。どうしたらどうせど、はい、レイテンポってわけで、2月19日はもっちくんの誕生日でした。はい、まあね、俺の時も、のせの時も、まあ、何かしらあったんですけど、もっちの時はちょっとなかったんですよね。そうですね、ちょっと遅れてしまいましたけれども、今回はもっちの誕生日企画ということで、俺らがもっちをイケメンにしてあげようというか、まあそのおこがましいですけど、俺らが言うのは少なくとも俺よりブスなんで大丈夫、あれですよ、顔しないですからね、うん、雰囲気がね、雰囲気、そうそうそう、意識の問題ですから、うんうんうん、まあそれぞれね、アイデンティティがあるわけですよ。そうです、ね、まあ乗せであれば歌がうまいで、帰ってあれば紙セットが好きというかうまい、まあ、俺で言えば服いっぱい持ってる、うんうんうん、服いっぱい持ってますよね、持ってますねってことなんですよ。ここで被るブレイは中身がすごいね、かっこいいんですよ。そうです、ここは全員クズですから。そうですブレイはね、一番中身がいいということで、はい、まあ、メンタル面での補強をしてもらおうかなということで、はい、まあ、歌、髪、服、心ということで、はい、この4人でその4つをもっちくんに、まあ、教えていこうかなと。そして最後には完璧なもっちができてると思います。はい、というわけで今回はもっちイケメン化計画です。やっていきましょう。はい、はい、ということでね、のせの番なんですけど、まあまずね、その僕はそのこの企画が出る前からずっと言ってきたことがあって、まあもっちくんは茶髪にした方がいいんじゃないかなということだったんですね。で、それをまあ今回いい機会なんで、本人の希望には沿わなかったようですけれども、まあ今回染めようということで染めました。どうぞ。はい、ということでね、はい、補正からはね、はい、まあもう一個ありましてですね、はい、まあもうずっと、まあ、この企画が出る前からずっと言ってることで、うん、もちくんは、うん、あの茶髪にした方がいいよと、うん、ずっと言ってるんです。ずっと言われてんね。なので、うん、茶髪にしましょう。おー、ということです、ね、我慢ね。ということで、まあ、僕の友達のですね、この美容学生の、あのリツヤ、マサリツヤをね、リツヤでーす。そんな言う？リツヤだけでいいんじゃない？大丈夫。リツヤを、まあ、に協力してもらって、染めていこうかなと思います。垢抜けない作戦。およーん、つって、染めていきますか。行きましょう。はい、よっしゃうわぁ、なんもわからんけど、なんか。何かが当たってる。心配する。ああ、終わった。もう戻んなくな、戻れなくなった。グッドラック。ということで、できましたー。ということでね、はい。わかるかなこれ。俺がね、あの明るくなりすぎてね。わかんないですよ。そう、お前の変化のが激しい。俺がブリーチをしてしまうっていう。お前の変化のが激しい。茶髪になって割と雰囲気がなんていうんだろうな、うん、明るくなったっていうか、いい感じ。はい、もちくんはとりあえずイケメンになりましたよ。はい、あ、終わっちゃったじゃん。まだまだじゃん。それ一旦ね。そして歌を、教えてきましたので、はい、VTR をどうぞ。はい、ということでね、はい、あの野瀬くんはですね、あの、はい、何を教えるんだって言いますと、はい、まあ歌ですね。歌ですね、まあ、僕といえば、まあ、歌なんじゃないかということで、そうそう、まあその元ボーカルがですね、あの歌をレクチャーして、まあちょっとかっこいい男にしようかなと思います。はい、はい、挨拶の前へつなぐ手と手、いつものざわめきってないがちゃんです。いつものざわめき、いつもっていうのも大事。かと、いい、いい、いつも、そんな別に強調したくていいけど、いつも、ずっと同じぐらい。いつも、いつものざわめき。聞きたいんだけど、俺ら絶対おもろいや。生歌だっちゃう。あ、確かに。その練習の成果、ここで発揮してほしい。いや、それは最後でいいんじゃないですか。ああ、そうだね。完璧にちょっとなってから。じゃあ、一旦以上です。はい。はい。はい。ということで、俺の番です。もう俺は洋服部門ということで、もっちにね、はい、洋服を選んでいこうと思います。はい。まあ、俺が思ったのは、もっちはね、カジュアルな服が多いんですよ。スウェットとかパーカーとか、ばっかしか持ってないので、うん、俺はね、綺麗系のシャツとかがすごい似合うと思うんですけど、イメチェンの意味でも、そういう系選んでいこうかなと思います。はい。シャツないな。
じゃあなんで言ったんだ。なんで言ってない。イケメンな人はさ、ちょっと難しめな服着るじゃん。確かにね。俺が着なくなったセットアップ。おお。これ着替えてきてください。いやー、え、いやじゃあ行ってきます。はい。あ、はい、はい、どうすか。おー、いい。おー、いい。やば。ええ、めっちゃいいじゃん。イケメンだ。ちょっともうちょいこっち来てください。イケメンがおる。やばいんだけど。やばいんだけど。めっちゃかっこいいんだけど。いや、ちょっとのせ並んでみて。これですよ。いいですよ、どういうことで。もう今だってのせよりかっこいいもん、ね、おい、工業高校の高一と偏差値60ぐらいの大学通ってる人のぐらい差ある。カビセットして中身いったらもう。そうだよ、もう最強で。それで奏でたんでしょ。振り向く。あげた。ピーちゃん振っていく森。はい、レイチームです。え、チームでまず外見来てるから、うん、じゃあ俺が中身をやります。教えてください、中身を。こうセリフかな、やっぱりセリフ。そう、セリフ、うんうん、で、するときに、うん、じゃあ最初なんていうか、これ大事、このファーストコンタクトが。え、初めましてとかじゃなくて。初めましてだ。いや、じゃあ、デートで。あ、そうそうそう、デートで。デートで。デートで。初めてだ。おはようとかじゃないのね、やっぱり。あ、じゃあ俺は、うん、ヤッホーって言う。そうするとこう、やまびこみたいに返ってくるの、相手も。返しやすい。あ、ま、心開きやすいかもしれない、ね。そうそうそう。やってみよう。じゃあ、俺がこう、じゃあ待ってる、こうやって。うん、彼女待ってる、こうやって。ヤッホー。ヤッホー。何これ。終わった。何これ。あとは、だから、最後。やっぱ、レイが今まで生きてきた中で、これが一番男として大事だなって思うことを教えてあげてほしい。オッケー。じゃあ、俺が言うね、もう。うんうん。じゃ、男は、顔です。オッケーです。終わりました。終わった。ごく終わりました。終わった。いろんな意味で。うん。どう、おすべりさん。おすべりさんした。はい、じゃあ次、カイトのターンですね。はい。僕はですね、はい、まあ、こいつのこのね、髪の毛をね、バチバチにセットしていこうと思います。でも、これでバチバチにね、もうここで仕上がるんで、やります。はい。まずは最初に髪の毛を狙います。はい。すげえ。もう、でももう、もうよ、これ。もう、そんな。パーマが急にぐるんぐるんってきた。よし。したら、乾かします。よし。はい。もうすごい、なんか髪の毛増えてね、俺。確か。いい感じ。気持ち悪い。なんで。なんか売れないバンドのボーカルみたい。ああ、確かに。確かに。さあ、怖いです、アイロン。目とか焼かれる可能性ありますから。お遊びで焼くんだよね。動くな。はい。なんで。なんで。なんで。ということで、はい、髪の毛染めたのはのその友達。そうね。で、歌を教えました、はい、服、まあ、いいセットアップを貸しました、はい、内面鍛えました、はい、完成しました。よいしょー。早速ね、見てもらえますか。はい、こんな感じです、どうぞ。どうすか。おー、どうですか。いいですね、やっぱり。おー、いいじゃないですか。身長高いし。参考にのせつと横浜来てもらっていいですか。169センチと181センチということで、こんな感じですね。いいマジでやばい。参考に書いても並んどく。え、モッチ身長高いし顔ちっちゃいんだけど。そんなことない。カイトも相当顔ちっちゃいのに。いや、レイでかでかいんだよ。レイでか。え、カイトがちっちゃく見える。75、81、69、80、はい、78。じゃあ最後に奏で歌ってもらって。あ、すごい。そうじゃん。お別れしましょう。それではイケメンになったもっちくんのスキマスイッチで奏で。君が大人になる。
なってその季節が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に伝えたくてさよならに変わる言葉を僕は探してた。お前ら全員愛してる。